こんにちは。今回は休日を撮影した Vlog です。母が関西から遊びに来てくれて、二人で横浜でホテルステイしました。夕食は赤レンガ倉庫にあるレストランに来ました。テラス席からの景色が気持ちいい。お部屋に戻ってきたら夜景になっててキラキラでした。色が変わるからずっと眺めてた。調理という調理はせずに、ただ並べるだけの昼食を準備します。これ撮影してる時はまだ少し暑かったので、アナゴのかば焼きの気分でした。山椒が好きなのでぶちかましたいと思います。